画面の手前には山口です。リオデジャネイロオリンピックは奥原に敗れてベスト8、その奥原はこの大会2回戦右肩の痛みで途中棄権をしているという状況の中でこの大会が進んでいます。陣内さん、オリンピック以降ですね、この山口が非常にこう、はい、いい成績を収める大会が多いんですが、そうですね、オリンピック前には楽しんできますってそういう言葉だったんですけども、はい、奥原選手に負けた時に初めて人の前で涙をしたと思うんですね。その時にこんなに悔しいと思ったことは初めてだったかもしれませんって言ってましたから、はい、それがやっぱり彼女の今を支えてるんだと思いますね。まず第1ゲームは山口のサービスから始まっています。画面の奥の三谷はとにかく拾うというのがプレースタイルです。アウトです。最近の女子のシングルスも全ての種目そうなんですけども、はい、長いラリーが多いんですね。ただこの長いラリーというのは足がないと動けませんから、とにかくみんなスタミナがあるんですね、はい、ですから長いラリーでも平気でやっていくんですね。ここもラリーになっています。山口もですね、特にこの試合に入ってから、はい、その前のあたりから、まあ、海外のトップ選手と対戦していく中で我慢すれば点数がもらえることが分かってきたという話をしているんですね。そうですね。それまで我慢するって本当にスタミナなんです、はい、そのスタミナが徐々に彼女はついてきましたよね。ですから焦らないようになりました。今ちょっと三谷が上を気にするような仕草がありました、まあ、多少ライトが入ったりとかいろいろあるんですけども、ライトにちょうどシャトルが入ると見づらくなるんですね、はい、そういうこともあると思うんですけども、まあ、昨日のこともありますから山口選手は序盤から集中してますよね。山口の4連続ポイントです。まだ三谷にポイントはありません。第1ゲームなんとか返す、いいコースですね。同じスマッシュでもコートのこのサイドをギリギリを狙っていくので、はい、三谷選手やはりどうしても普通の体勢では取れないんですよね。そうすると、まあ、山口ペースになっていきます。いいところしかし拾っています。今三谷選手も同じような感じですよね。良かったですよね。ここもただ体勢は崩れています。これで第1ゲーム山口が6連続ポイントで、まだ三谷にポイントはありません、はい、これ、ま、序盤とはいえど三谷もこれ離されたくないですね、はい、とにかく得点が離れても足を動かすということを考えた方がいいですよね、はい、そうすると徐々に三谷選手本来の動きが出てきますので、まずは今我慢することですよね。ちょっとここも逆を突かれました。まだ陣内さん、そういう意味では三谷は足の動きという意味では本来の動きではないんでしょうか。そうですね、動きがちょっと硬いですかね。ネット際の攻防、ここも山口です。今のはネットの下に早く入っていてるので、はい、ちょっとこのミスはもったいないですよね。じゃあこの動き自体はそれほどネガティブに捉える必要はないでしょうか。そうですね、なるべくとにかく足を動かすということですよね、はい、三谷選手の場合は。ここで今主審に許可をもらって、はい、靴の紐を結び直しています。これ少し間を取っているという三谷です。これ今三谷の心理状況を推察するとどういうことを考えているでしょう。とにかく先に1ポイント取りたいんですよね、はい、だ入りっていうのはいろいろイメージをしていて、こういうイメージではなかったと思うんですね、はい、ようやく三谷に最初のポイントが入りました。声が出始めると三谷選手もちょっとリズムに乗ってくるので、はい、今その声が今少し出てきたので、さあ流れを少し引き寄せられるか。拾っています。返す、アウトです。少し山口選手が
守備範囲が広いので厳しいところ厳しいところちょっと狙いすぎなのかなって思いますけどね、はい、もう少しあまり厳しいところ狙わない方がいいですか。もう内側内側で狙っていった方がいいですよね。いい、うん、これも返せません。あ、ちょっとうまくいってないという表情です。まあ、この三谷も昨日の試合が終わった後、この大会の一番の山場がこの準決勝対山口という話をしています。アウトです。あの三谷選手はあの12年のロンドンオリンピック終わった後にものすごく活躍したんですね、はい、ですから本人もリオオリンピックを目指してたんですけれども、ちょうどの時にその山口選手だとか岡原選手が海外で活躍するようになってちょっと不運なんですね、はい、ですから本人もリオオリンピックに出られなかった時に多少やっぱりショックがあって、なかなか次の目標を見つけられなかったと。で、体重とかもちょっと 2,3 キロあの増えたりとか、なかなか練習に集中できなかったんですけども、吹っ切れて今大会を臨んで、でベスト4まで自ら勝ち上がってきたので、はい、意地もあると思うんですね、ですからこういう試合ではなくて、もっともっと自分が何をしたいかっていうのを明確にして、もっともっと前向きに、はい、あの出してほしいですよね。今山口選手の方がリラックスしながら入ってますので、あの昨日の準々決勝川上とのゲームに比べますとだいぶ入り違いますね。そうですね、あの昨日はやっぱり多少体が重かったって言ってましたね。山口が11ポイント先行して1分間のインターバルが終わって再び再開です。いいところに落とす。ただ三谷も拾っています。ラリーの主導権は手前の山口、ガーッよく拾いきれませんでした。あの山口選手のあのクロスカットっていうのは、はい、本当にあの体勢が難しそうで体が入っているので、しっかりと相手の嫌なところに来るんですよね、はい、非常に多彩なショットを持っている山口です。とても器用な選手ですね。これは三谷のポイントです。シングルスはサイドラインは内側、エンドラインは一番奥のラインになります。ただこの第1ゲームは山口ペースで進んでいます。アウトです。これはあの三谷としてはかなりポイント差離されていて、まあ、まだ序盤という考えもあるんですけど、第2ゲームについても多少考え始めるものなんでしょうか。2ゲームに入る前に、はい、とりあえず一つ一つ一本一本、まだ体もそんなに疲れてないですから、とにかく1ポイントでも詰めていって、はい、少ない点数差で2ゲームに入るということですから、はい、まだ諦めていないと思います。こうして長いラリーをやっていくと体も動いてきますので、はい、本来の三谷選手の動きになってくるんですね。ただこれも際どいところ入っています、はい、13対3です。1ゲーム21点先取、2ゲーム取れば勝利ということになります。ネット際の攻防返します。アウトです。入りましたね。入ってますね。失礼しました。入りましたね。これ三谷は見たんですけれども入っています。そうですね、綺麗に入ってますね。これ風の吹き方というのは今日どうでしょうか。三谷選手の方から山口選手の方ですよね、はい、ですから山口選手が打ったシャトルが戻ってくるような形なのでインになるんですね、はい、ちょうどご覧のようにあの明るいところが入り口でして、そこから多くの人の出入りがあって、まあ、風がちょうど画面の上から下に向かって吹いているという状況です。ただこの代々木第二体育館というのはあの丸くなってますので、はい、時々かあの風が回転するんですよね。そうなんですね。だから時々風上になったり風下になったりして、はい、これは見て今度はアウトです。はい、フォーキー9ポイント差。ア
ウトです。サービスオーバー。やはりこう三谷の中にも際どいところを狙わなければという意識まであるんでしょうか。ちょっと厳しいところを狙いすぎてますよね。あの山口選手はこういうラリーではなくて本当にあこういう球が来るんだこういうふうに打てばいいんだっていうのを試合の中で楽しみながらやるんですよね。ですからまだそれが1球もまだ出てないので本人的には得点をリードしていてもちょっと、うん、どうなんだろうなっていう感じでやってると思います。16対5。今三谷のベンチが映っていました、はい、あの女性の方はあのバルセロナオリンピック、はい、アトランタオリンピックであのオリンピックに出た松尾監督なんですけども、ね、はい、で隣があの佐藤翔司コーチ で、はい、このあとゲームが1回終わりますとインターバルがあってこの三谷にどういうことを伝えるのか。多分昨日のイメージでいきますと、はい、初めてあの三谷選手 その本気を見たっていうのを松尾監督はおっしゃってました。 そうですか。それぐらいやはりあの試合に集中していたと、はい、ですから今日もそういう気持ちでやってくれたらいいんだけどもっていうことは言ってましたけどね。あここは主導権握って三谷が取ります、はい、どん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 もう攻めていったりとか、はい、もう自分の動きをする自分のバドミントンをやるっていうふうにした方がいいですよね。山口選手のこういう球があるとかそういうことを考えずに自分のプレーに徹した方がいいですね、はい、今のラリーは攻めてましたね、はい、さあ今度はどうか。三谷の連続ポイントです。三谷3連続ポイント。女子シングルスの準決勝です。明日決勝が行われます。出てきた。あの途中からこういう積極性は次にもつながりますよね、はい、そうですね。あの声が出始めるといいですよね、はい、陣内さんそれから足動くかどうかというお話されてましたが、はい、どうですか。足動いてきてますね。とにかく取れなくても足を動かすということなんですね。動かす前にミスをしているので、はい、得点にならないだけなので。いいコースに落としました。徐々にリズムをつかみ始めて6ポイント差まで迫ってきました、まあ、昨日も10対16から9連続ポイントを取ったこの三谷です。ただ山口選手はここだっていうポイントの時には絶対に拾いに行きますけどもそうでもない時には逆に見逃してもいいやっていう風にそういうメリハリができるのでそんなに無理をしてないですよね、はい。1ゲーム21点選手。1ゲームの中での流れをよく考えて山口選手はプレーしてますよね、はい、画面の手前が山口。これも拾っています。あっと超えない。サービスオーバー11-17。6ポイント差です。ネットギリギリを狙ってきました。白帯のところちょうどネットの上の部分ですけどそこに引っかかりました。ショット打ってきて返した。返してあこれは返しきれませんでした。こういうラリーが好きなのが山口選手なんですね、はい、取れないと思ったところを取るとかそういうのが大好きですね。逆に三谷選手は取られたと思うんですよね、はい、決まったと思ったのが取られてしまったっていう風に。サービスオーバー18。今もちょっと納得のいかない表情を見せているんですが、はい、もうトップの選手になりますと、はい、あのその白帯のところを狙って返しますからね、はい、現在世界ランキングは8位。山口です。世界ランキング9位の山口です。今ちょっと見ましたね、はい、ついていきます。
攻める三谷。これも落としてくるというボールでしたが、今度は三谷のポイントです。お互いにちょっとリズムがつかみきれないような感じですね、はい、4ポイント差まで迫っています。ここは長いショット、いわゆるクリアの応酬手前、おっといいところに落としました。そうですね、同じフォームからちゃんと打ち分けましたよね、はい、でもこれは本当にあの三谷選手が体がしっかり入っている証拠なんですよね、はい、なるほど、フォームから山口は推測、またクリアが来るかと思ったんですけど、ジャッジしてアウトです。サービスオーバー19対15。立ち上がり少し動きの硬かった三谷ですが、中盤から足が動いて積極的な攻めも出るようになってきました。ただ山口もどんどん返します。いいクリアですね、お互いに、はい、ちょっと逆疲れる、もう一度疲れました。揺さぶる山口、三谷のポイントネット超えません。33回のラリーでした、はい、こういうあの長いラリー取ると一つこうリズムというのは変わってくるんでしょうか。そうですね、はい、そうだと思います。あ、試合になってるなっていうふうに自分でも思うので、はい、どん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 気持ちよくなってくるんですよね。3ポイント差、足が動いている三谷、2ポイント差に迫ってきました。今日は最大で11ポイント差あったんですが、2ポイント差まで迫ってきました、はい、まあ、昨日も劣勢から追い上げたという三谷、拾ったもうすっかり体動きましたね、はい、動いてきてますね。余裕を持って返している奥の三谷、ネット際ヘアピン勝負、拾った、あ、しかしネット、いいラリーですね、はい、お互いに引かないですね。今スマッシュを打ってもよかったんですけどね、はい、クリアに持ってきましたね。そのあたりも駆け引きなんでしょうか。そうですね、山口選手は決めに行かなかったですね、はい、1本でもラリーを多くして相手をダメージ与えようという戦略でしょうかね。最近は決めに行くプレーではなくて攻めるラリーをしたいんだという話をしています、はい、さあ第1ゲームのゲームポイントを迎えている山口、はい、確かに足が動いています三谷。ただここネットにかかって第1ゲームは山口が取りました。いや落ち着いてますね、はい、まあ、山口はこの第1ゲーム取ったわけですけど、はい、ただ途中陣内さんからお話があったいい形でできるだけ点差を詰めて第1ゲームを終えたい三谷としてはそんなにこう後ろ向きに捉える第1ゲームではなかったんでしょうか。そうですね、後半は足動いてましたから試合になってるって本人も思ってますし、はい、全く問題ないですよね。ただやっぱり余裕があるのが山口選手が1ゲーム目は余裕ありましたよね、はい、今監督コーチから指示を受けていると思うんですけれども、今日このゲームの解説は陣内公子さんとともにお伝えしております。陣内さん、第一ゲームの印象を改めていかがでしょうか、はい、前半は三谷選手の硬さが目立ったんですけども、それでも後半自分のプレーを持っていったので試合ももちろんなってますし、山口選手はただ少し余裕があるかなっていう思いはありますね、はい、
そういう意味であの第2ゲーム三谷としてはですね、この山口をこうどう焦らせていくことが必要なんでしょうか。あのちょっと1ゲーム目に点差が離れすぎたので、はい、2ゲーム目の出足ですよね。出足ですか。はい、出足をとにかくリードしていくということですよね。はい、非常に山口が落ち着いた第1ゲームでした。ただ三谷の方も、まあ、立ち上がりの硬さから中盤別人のように足動いてましたから ね。いや本来の三谷選手だと思うんですね。はい、まず第1ゲームを取ったのがこの山口です。共に2年ぶりの決勝を目指しています。山口選手は今回あのダブルスにもエントリーをしているんですけども、はい、ダブルスをすることによってレシーブだったりあと打つコースだったりいろんなことを考えてシングルスに生きてるっていうんですよね。ですからダブルスをやって疲れたっていうよりも、はい、ダブルスをやることをプラスに変えて今大会臨んでるんですね。まだ19歳、非常にこうプレーの幅を広げています山口。ちょっと狙いすぎました。ちょっと力が入りましたね。あのミスが続くと本当にバタバタとミスをしてしまいがちなのが三谷選手なんですね。ですからなるべくミスはしないように心がけてほしいですね。ただあの第一ゲームでも少し攻める姿勢があってその後ろ向きにならなくても時にこう攻める姿勢っていうのも大事になってくるんですね。そうですね。はい、手前です。ネット際の勝負、山口が取りました。山口選手はあの三谷選手の足があるのでとにかく後ろで止めるような何度も何度も同じコースで打つんですよね。はい、そうすると三谷選手が足が止まるのでその時にネット前で勝負するっていう戦法に変えてますよね。はい、それはあえて同じコースに打ってるわけですか。そうです。あの足がある選手っていうのはもうフットワークがいい選手ですよね。はい、そうするとその選手は四隅すべてを動けるんですよ。はい、だけど同じところに止めると次がいけないんですよね。あ、なるほど。だから同じコースに何度も何度も攻めるっていうことも一つのテクニックなんですよね。はい、左右に振るだけではないんですね。はい、フットワークが悪い選手は左右前後全部振りますけどもフットワークがあるからこそ同じところを攻めるということですよね。はい、ここもミスで山口のポイント。第2ゲームが3対2です。ここは前後に揺さぶっていきます。あ、返せません。返しましたね。失礼しました。いやー、かなり難しいところだったんですけども、はい、あれはパワーが上半身も下半身もしっかりとパワーがないと返せないですよね。はい、この位置から、はい、あ、これで、スーパープレーが出ました山口。よく男性がやるんですけどね、それをやってますね。3、4。ああいう際どいショットを打つのが、まあ、本人の楽しみという意味では先ほどのショットは会心ですか。そうですね。あの、あと驚くようなショットを打つのっていうのは楽しいでしょうね。三谷としてはただしっかりもう足を動かして、まあ、ラリーに持ち込んでいくというのが狙いになってくるんですか。はい、そうですね。とにかく足を動かすということですね。はい、斜めに揺さぶられる三谷、拾いきれません。非常にフットワークが持ち味の三谷ですが拾いきれませんでした。一度下げられて、はい、そして今度は手前です。さっきはまたもう一本後ろに行ってたんですね。はい、ですから三谷選手も後ろに来るだろうと思ってたのが今度ネット前に来たので
もう臨機応変に山口選手打ってますよね。そのあたりのこう組み立てというのも非常にこう、はい、巧みなんですね。相手がどこにいるのか、どこを狙っているのかっていうのを 見分けますよね。ここも強い、ちょっと目を離すのが早いですかね、はい、三谷選手。あ、そうですか、はい。もう少しどのあたりを、要するにあのシャトル打つ瞬間までしっかり見る、ね、ということなんでしょうか。ちゃんともう次のことを考えてしまうので、先に先に動いてしまうんですよね、はい、そうするとちょっとあの正確なショットを打てないですよね。ただ三谷としては次のことを考えないと追いつけないというのは何でしょうか、はい、そこが少しプレッシャーにも入ってますよね。うん、第2ゲーム後がない三谷、山口が4ポイントのリード。少しでも短い球だったら山口選手は見逃さずにジャンプしてスマッシュクロスに打ってきますね。できるだけ、まあ、長い展開、昨日のゲームでもそこで勝機を見出した三谷。入っています。入りましたね。風がちょうど、まあ、三谷に向かって吹いてくるという今日の代々木第2体育館です。であとはコートの外から内側に入ってきていきましたね、はい、サイドは。ですから画面から見ると右から左ですよね。拾いきれませんでした。追いついてはいるんですが、はいはい、これジャンプしてから の、はい、あの体の使い方って非常にうまいですよね。体幹がしっかりしているのでクロスにも ストレートにも打ち分けられる、はい、あの陣内さん、特にリオデジャネイロオリンピックが終わってからこう山口のですね、はい、プレーで成長したところはどんなところにお感じになりますか。やはりあの勝負どころですよね、はい、あの最後まで諦めなかったりとか、だから勝負よりも楽しんでっていうよりも今はもう本当に勝負にもこだわってますよね、はい、ですから負けない試合ができるようになりましたね。でよりあの我慢することができるようになりました。だいぶあの最近は我慢して自分から焦って崩れる展開というのが少なくなってきたという話をしている山口です、うん、あの各選手に取材しますとよく我慢我慢という言葉を聞くんですけれども、はい、これ我慢というのはどういうことなんですか。あのバドミントンで言うとあの自分から、まあ、例えばミスをしないとかですよね、はい、で顔に表情に出さないとかっていうのもありますよね。いろんな我慢があるんですけど、はい、バドミントンは今しかできないからやりたいことを我慢するっていうことも一つですし。あ、これもいいカット。そして後ろに下げる。今度は強打。積極的です山口。あの獲物を捉えるような感じですよね。絶対逃さないような感じですね、はい、自分でいいところに決まったらどんどん前に入っていって最後に決めるという、はい、この第2ゲームを取れば山口は2年ぶりの決勝10対6。しっかり決めてきます。甘いボールは見逃しません、はい、低かったりするともう山口選手はもうカウンターで待ってますね。このちょっと低いですよ ね、 そうですね。どうしても早く早く後ろに行かせたいので低くなってしまうんですよね、はい、ご覧のように第2ゲームは、まあ、山口ペースで、このゲームも山口ペースで進んでいます。あの3人でちょっとにこやかに話してますけども、はい、あのこれだけの選手を最終間製薬さんが取ったらやっぱり大変ですかって話をしたら、ええ、そんなことはないと、特別扱いもしないですし、はい、あとは会社でも挨拶もちゃんと挨拶とかも言ってるし、ただあの思うのは会社の人でも熊本の人でもチームの子でもナショナルチームでもとても可愛がられるんですって。そうなんですね。だからそこはもう本人の持って生まれたもんなのかなっていうことは聞きますね。そうですか。今年から熊本にある最春館製薬所で働い、はい、所属している山口です。2年前優勝した時はまだ高校生だった山口。
三谷としては下げるならこういうボールなんですね。でも押されてるんですよね今ね。あ、そうですか。今のはいいですね。しかしここも山口が主導権握る。いや、我慢しましたね。なんとか拾った。場内からは歓声が起きます。一球も取りましたね。こういうラリーを取ると三谷選手は乗ってくるんですよね、はい、ただこの負けはしましたけど山口選手はこのラリーはものすごく楽しかったと思います。あ、そうですか。一球も甘い球なかったですかね、はい、お互いに34回ラリーが続きました。三谷としてもこういう長いラリーを続ければそこに勝機はあります、はい、その取った後の動きってのはとても早いですよね。しっかり動いている三谷、ネット越えません。3ポイント差に迫ってきました。またこの第2ゲームも中盤にかけて三谷選手が勝とうと思ったらとりあえず追いつかないとダメですよね、はい、追いつくっていうことを頭に入れた方がいいですね。これ何点ぐらいまでに三谷としては追いつきたいですか。いや、今追いつきたいと思います。もうここで、はい、しかしそうさせません山口。神様かなりこの第2ゲームは前へ前へ出てくるというプレーも出てきています。甘いショットは見逃しません。4ポイント差です。第1ゲームはこの山口が取りました。山口を下げます三谷。あ、いいクリアですね。あっと、サルソバネット際でした。山口、三谷のポイント。これはいいクリアでしたけどね。ネットインしました、はい、三谷選手も本当に努力する選手なので、はい、ベスト4に上がった時にやっとこう報われたって言いますか。あ、はい、さあ2ポイント差まで迫ってきました。これ山口としては、はい、今状況としてはどうなんでしょうか。そんなに焦ってはいないと思うんですね、はい、まだ逆転もされてませんし、はい、アウトです。シングルスのサイドラインが内側のラインです。さあ1ポイント差まで来ました。ちょっとラケットの面が切りすぎましたかね。ちょっとサイドアウトになってしまいました、はい、1ポイント差になって山口としてはどうですか、はい、焦りと言いますか、うん、ないんですよね。そうですか、はい、追いつかれて追い越されるとそこで初めてっていうのがあるんですけど、はい、まだ追いつかれてないですし追い越されてないのでそこは焦りは見られないですね。三谷としてはフットワークを使った長いラリーを展開していきたい。ネットイン。さあまた 1ポイント差です。このネット際のプレーが三谷いいですね。そうですね、気持ちが入っているとネットを越えていくんですよね、はい、だから今三谷選手気持ちは切れてないですし、はい、入っていると思いますよ。山口を下げる。あっと入りました。突き放すのがうまいんですよね。その同じ決め方でも、はい、突き放すようなスマッシュ打ちますよね。同じ得点の取り方でもスマッシュで取るのとか、はい、それでは全然違ってくるものですか。そうね、同じスマッシュでもこういったギリギリのところを狙っていくっていう相手が受けるダメージがやっぱり違うんですよね。大きいんですよね。よく拾った。つなぐ。今度は三谷決めました。ですから三谷としてはこう追いつきそうなところでまた山口がいいプレー出してくるんですね。そうです。ただ今でも三谷選手も同じようないいプレー出してますから、はい、三谷選手も引いてないですよね。
さあ追いつけるか三谷。これは入ってますね。いや、アウトってジャッジはされましたね。追いつきました。いや、いや、はい、追いつきました。ですね、追いつきましたね。うん、入っているんでしょうね、本人は。ただ、ジャッジはアウトでしたね。はい、ようやく追いついた三谷。いいところに落としますが、山口が拾う、ネットイン。これは入っています。落ち着いてますね。あ、見たんですけれども入ってますね。これはもう返せないですね。はい、攻める。さあまた同点に追いつきました。こういうラリーの中で三谷がどんどん攻めればそれはチャンスになってきます。そうですね、とにかく三谷選手はこのゲームを落としますと終わりですから、はい、とにかくこのゲームを取るために必死になって動いてくると思います。3年前のこの大会で優勝して、2年前決勝では山口に敗れました。あっと、ちょっと迷った。これ今三谷の動きからするとどうだったんですか。あのフェイントかけましたよね、はい、しっかりと。あの山口選手が、はい、ですから一回止まってそれで前に行ったので取れなかったんですね。一回、これはそのまあ三谷の動きなんですが、そうですね、一回止められましたよね、はい、動きを。フットワークは完璧に崩れましたね。あ、そうですね、はい、ちょっと逆疲れましたね、はい、だから後ろに来ると思ったんでしょうね。ただ山口選手も体がしっかり入っているので、あのフェイントが効くんですよね、はい、小手先だけだったら相手には読まれてしまうので。一回山口選手が飛びながら打つのは本当にフェイントかかるんですよね。ああ、そうなんですか。これも相手からするともうどうしたらいいか、どっち飛んだらいいかってわからないんですか。ただ飛ぶことによってやっぱり余裕があるから飛べるんですよね、十分な体勢で打てるんですね。さあ17対15、このゲーム取れば山口勝利、三谷は後がありません。今もいいところに落とすんですが、山口が拾ってアウトです。新しいシャトルに変えます。なかなかこう三谷も決してあの悪いところではなくいいところにも落としてるんですけれども、はい、山口がことごとく拾っていきます。あの山口選手の表情が変わらないので、はい、焦ってるのかどうかわからないんですよ ね。 あ、 そうなんですね。それを三谷選手も苦しいんだと思うんですね、はい、多少なりとも表情が出れば、あ、今焦ってるんだなとか、はい、しんどいんだなっていうのはあるんですけど、それが出ないので相手やっぱ怖いと思うんですよね。ヘアピン前後に揺さぶります。三谷アウトです。19対15。ここは前後に振って最後ネット際を狙ったんですが、手前に落とす。あ、拾っている山口。いや、この辺りは山口の凄さです、はい、あの最後の一歩っていうのが
よく伸びますね、はい、山口マッチポイント、あ、これをよく拾いました。2年ぶりの決勝に向けてあと1ポイント、これはいいコースです。サービスナンバー、もう1ポイントもミスができないですからね、はい、三谷選手はちょっと慎重になると思うんですけども、思い切りが欲しいですね。あっと最後は三谷のミスで山口勝利、2年ぶりの決勝進出です。ゲームカウント2対0。まあ、今日はしっかりと相手三谷のショットを拾って、はい、そして要所では勝負強さ見せましたね。そうですね、一切表情を出さないところが一番の強さだったのかもしれないですよね、はい、相手に隙を与えなかったですよね。これ表情に出さないっていうのは、はい、あの生まれつきなんですか、それともそういうことを意識してやはり練習されるんですか、ね、山口選手の場合は生まれつきなんですかね。どうなんでしょうね、あんまり表情を出さないですよね、嫌な顔もしないですし、はい、それは相手からすると、はい、ちょっと困ってしまうとか、相手の心理が読めないと自分でどう言っていいかわからないですよね、はい、あ、今これ焦ってるんだなと思えば、はい、今が付け込みどころだなっていうのはわかりますけども、それが見えなかったら、いや焦ってるのかな、どうなのかなって思いますよね。だから三谷選手もすごくやりづらかったと思いますね。今この2人の選手の健闘をたたえて、今会場から会場を後にしました。準備ができ次第インタビューをお伝えします。山口が決勝進出、まあ、去年はこの準決勝で敗れました。本当は去年勝ちたかったみたいなんですよね、はい、福井の勝山高校に恩返しをするために、はい、ですけど今は熊本で新しい出発をしてますけども、はい、どうぞ。2年ぶりの決勝進出、山口茜選手です。山口さん、スタンドが湧き上がるショット、レシーブたくさんありました。その中での決勝です。いかがですか。昨日は危ない試合だったので、今日はこう吹っ切れて楽しく試合ができたので良かったと思います。特に試合の入りで連続ポイントがありました。入り方どうでした。昨日が本当に入りがダメだったので、今日は入りはしっかり大事にしようと思ってうまくいったので良かったと思います。第2ゲームで際どい判定で審判に話をする、あそこでポイントが入って追いつかれました。その後気持ちを切らせませんでしたね。どうでした、あそこは。まあ、ずっと競ってる展開だったので、自分に点数が入っても相手に点数が入っても、まあ、変わらない気持ちでやれたと思います。昨日は勝ち負けよりも自分らしいプレーを出したいという話がありました。それはどれぐらい出しましたか。80% ぐらいは出せたと思います。明日はじゃあ 100%、はい、全部出せるように頑張ります。内容重視という中でここまで決勝まで来ましたが、タイトルへの思い、欲というのは出てきませんか。そうです、まだもう少し自分のプレーができると思うので、結果よりも内容にこだわって最後までやり通したいなと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。